さあ今ね水口へ来てるんですけどね、高架、今はね高架市なんですよね。で水口というと水口城ね、江戸時代の水口城はね水口の町の真ん中にあるんですけど、昔のね山城だった水口城はねあの山なんですよね。この山がね水口城だったんですよね。で今日は水口城ではなくね日野城へねちょっと立ち寄ろうかなと思います。まあわざわざ水口へね用事があって出てきてね水口城はいかんのかって言われそうですけど、まあまあ街中にあるお城もねお堀もすごく綺麗なんですよ。で櫓もあってね中が資料館になっててすごくいい感じのお城なんですけど、まあまあ日野城はね蒲生氏蒲生氏さとね蒲生片秀蒲生氏里親子のねお城なんでね、まあちょうどちょっと前にね瀬田の唐橋っていう動画上げてるんですけど、史跡散策瀬田の唐橋、その話の中にねまあ蒲生氏里が安土からこうね信長の妻子たちを逃して自分の城にかくまったっていう話をね、まあ、話の中で出てましたんで、まあそれもあってね、まあ、安土からねこう信長の妻子を迎えて蒲生氏里はね日野城でね明智軍を迎え撃つそういう決心をするんですよね。で実際ね明智軍はねまあ明智光秀が直に戦闘を起こしてるわけじゃないんですけど、明智光秀は多分京都にいて秀光に指示をしてね安土へ進軍させ、多分その後その信長の妻子の引き渡しを拒んだ蒲生氏里をね討伐するために日野に軍を入れようとしていたはずなんですよね。実際そうだったみたいです。ただ山崎の合戦の方が先に起こってしまって、まあ秀吉がね中国大返しっていうまあまあ後世に言われるここ一番の働きでね中国の対毛利戦線からあっという間に畿内まで戻ってきてしまうんでね、まあまあ明智もまだ多分準備不足のまま仲間になってくれるね大名たちそういう勢力とね、まあまあ実際細川氏とかね
奈良の筒井市、この辺りは様子伺いだったと思うんですよ。どちらにもまだこの時点では加担してなかったので、旗色が悪い方にはつかないようにね、様子を見てた時期だと思うので、その間にね秀吉が帰ってきてしまって、で圧倒的な兵力差がある中でね、山崎の合戦で敗れて、昇竜寺城に一旦は逃げ込み、再起を図るためにね坂本の方へ落ち延びようとする途中で怒号に打たれてね、討ち死にをしてしまうんですけど、それがなければね、まあ光秀じきじきには出陣していなかったかもしれないけど、日野城へね軍を差し向け、蒲生氏郷の兵とね一戦に及んでたと思うんですよね。まあ蒲生氏郷はその頃はね多分1000人ぐらいしか自前の兵力はいなかったと思うのでね、長期に及べば落城していたのかもしれないですね、もし戦になったら。短期なら多分ね、あの血のりもありますし、ある程度ね持ちこたえることはできるでしょうけど、それは数倍の兵力で取り囲まれてね、長期戦に及べば、これはもうどんな武将でもね負けてしまいますよね。いくらね信長にその才能をね見込まれてね、娘婿になってるんですよね、蒲生氏郷という人は。そういう頭脳明晰な人だったと思うんですけど、まあそんなわけでね、ちょっとね日野城今ね目指してます。私もね日野城って行ったことないんですよね。まあ実際今はねあんまり残ってない、もうなんか河川の改修工事というかダムみたいなねものを作って、だいぶ失われてしまってるみたいです、当時の遺構はね。これは昔の街道かな。近江日野商人館、こ
この辺があれなんですね、近江商人のね、近江商人の発祥の地。蒲生氏郷はね、近江商人とかね、近江、この日野の後伊勢へ移るんですけど、そこへね近江商人たちを連れてくんですよね。で伊勢のまた伊勢商人も集めてね、まあ後々にね、あの三井のね財閥を起こすことになる人もね、そういうところから出てるんですよね。蒲生氏郷のね、こう息のかかった人たち。まあ信長がやっていたね、あの安土で信長がやっていたね、まあ安土とここは近いといえば近いですからね、それほあの安土は琵琶湖より、日野はねその内陸よりというんですかね、信長のやっていた楽市楽座、そういうね行政手腕も当然見てね、それで学んでるはずですから、この辺りかな、もうちょっとですね。あ、日野田川でも中野城、あと石碑、地元ではね中野城って言うんですよね、日野城じゃなくてね、昔は名前が違ったんでしょうね。あ、これか、中野城跡、石碑がありましたね。今ね、日野城跡ね、中野城跡って書いてますけど、行ってきました。多分ね、このダムを作ったんで、この辺りもね、お城の一角だったはずなんですよね。このダムが昔は、お、すごい、なかったみたいですから。ずっとあれなんですね、干拓地だったんですね、ここね。で現在地上がって、神社があって、これが本丸かな、こっちか、本丸は。地が取って、あとこれ本丸なんだね。
現在地ここって書いてるね。ここがだから本丸なんだね。なんか山になってる方がね、あれかと思った。日野川右岸、河岸段丘に位置し、日野谷の中野地に来ては中野城と呼ばれますし、資料上は日野城、蒲生城などと表記されています。天正10年本能寺に入る際には片秀、氏郷親子は織田信長の妻子や女房衆を安土城から東城へ退避させました。あ、石垣が見えてきましたね。虫よけスプレー塗ってないからやばいね、虫に。いい感じの石垣ですね。のずら積み、のずら積みなんですけど、一応面がね、面が合わせてありますね。こう上に行けるのかな。これがだから土塁、これが土塁なんですね、こうね。一応今水入ってますけど、横掘り、こう横掘りなんですね、こうね。ここはなんだろうね。東神正寺寮、寺の領域だよ。この民家がまた、民家がすごい。古民家、古民家というか蔵かな、これは。もうすごいね。この辺もなんか石垣が組んであるけど、これは何だろうね。当時のものかな。まあ、よく下の水路はね、後からやったのかもしれないですけど。あ、班長跡って書いてあるな。藩士一橋家邸跡。越後三条から移封された大名市橋長政、蒲生氏の丘陵であるこの地方に調査。
江戸時代なのかな、これは。だから作られたのはね。まあまあ江戸時代は多分ね、平城で政務を行ってたんでしょうね。こっちからも上がれるし、こっちからも。一番まずこっち上がってみましょうかね。ここから見るとすごいね、この段々の。こうね、段々ってなってますね。こっち一回上がってみよう。江戸時代を通じてこの地に西王子藩藩長を置いていた1万7000石の大名市橋の氏神、藩維持のために毒殺された藩主正房の怨霊を鎮めるためにこの城を建てた。ちょっとなんかすごい曰くがあるじゃないですか。あ、これもさっきの班長の敷地から上がってこれるんだ。そういうことか。対岸の社がここから見ると厳かに見えますね。昔は何の橋だったんでしょうね、これ。コンクリートの橋になってますからね。稲荷大明神、これが本丸じゃないのか。向こうが本丸って書いてあるもんね。本丸だったんだね。まあ当時はね、もっと土も持ってあったのかもしれないですね。そのこの辺りのね、河川改修工事でだいぶ壊されてしまってるみたいですし、蒲生氏がね移動してからね、一旦廃城になるんですね、日野城っていうのは。
ですから、こっちから降りるか。その間にね、だいぶ壊されてればいるみたいですけど、まあまあ戻ろう。この辺の感じはね、安土城のね作りと同じ時代の感じがしますけど、果たしてね当時のものかよくわかんないですよね。あとはもう何にも残ってないよな。まあまあでも本丸って書いてあるけどあれなんだよね、これが本丸なんだね。本丸で天守台でこう土手に囲まれてたね。中の車に多分兵を待機させて、でもまたこう周りにね高台、こういう 土手が囲まれてね。でこの土手の周りが、これが全部がねお城なんですね。ちゃんとね、今でもああやって井戸がね残してあるんだよね。まああれぐらいしかないですけど、ということでね、日野城をねちょっと見てきました。まあやっぱり小さな、ね、城ですがね、今残ってる範囲だけ見ると、まあ、多分この辺り一帯がねずっと本丸だったんですよね。こうで土手土手って書いてあったんでね、この辺の藪の丘の上とかね、その辺がこういうところねまでがお城だったんじゃないですかね。ということでね、またそれでは皆さんね、今日はこの辺で失礼しますんで、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた失礼します。